スモールさんインターネットラジオ。こちらは中小企業サポートネットワークスモールさんがお届けするインターネットラジオです。スモールさんでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家と共に学び成長しています。お聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってください。さて本日の放送は、ダモンデ名古屋毎週金曜日にリレー形式で放送しております。スモールさんゼミインターネットラジオ、今回はスモールさんゼミ名古屋がお送りいたします。今回もゼミ名古屋ならではの視点でお役立ち情報をお届けしようと思っておりますので、ぜひ最後までお付き合いください。今回もアシスタントは山口恵里が務めさせていただきます。さて山口会長、ゼミ名古屋の放送も今回で4回目ですね。そうですね、毎回突然のように、こういろんなものが降って役割が降ってきますので、はい、バタバタしながら、進めておりますけれども、今日は、その中でもですね、名古屋といえばものづくりというところで、このお二人のゲストをお迎えして、お送りしたいと思います。ではエリさん、ご紹介をお願いします。はい、浅井製作所の浅井社長と蒲郡製作所の伊藤社長です。皆さんこんにちは。こんにちは。今日はお二人からですね、こう、まあ、名古屋の景気状況について、まあ、ものづくりの観点からいろいろお話を伺ったり、まあ、ゼミ名古屋に参加している、まあ、面白さとかですね、まあ、こうためになったとか、お役に立ったとか、そういうことをちょっとお話をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。メロワークスは東京、埼玉、神奈川を中心に関東で50店舗のカラオケボックスを経営しています。全店ドリンクバーが無料でつき、地域最安値を実現。一人カラオケも大歓迎。子育て世代にも優しい特典があります。大手カラオケボックスにはない温かさで皆様のご来店をお待ちしています。お客様に廉価で楽しい時間と空間を、それがメロワークスのモットーです。それでは改めまして本日のゲストを紹介いたします。株式会社浅井製作所の浅井社長と株式会社蒲郡製作所の伊藤社長です。皆さん今日はお忙しいところありがとうございます。はいではちょっとお二人ともまだまだこの硬い感じが出ております。ちょっとこれから柔らかくしながらお話を伺いたいと思いますけども、では最初に浅井さんのところ、ちょっとどんなことをされてるかっていうことから、お話しいただけたらと思いますが。はい、私どもはプレス加工といいましてですね、金属を打ち抜いたり、曲げたり絞ったりと、まあ、そういう加工を主な、仕事にしております。まあご当地、愛知県なのでトヨタ自動車さんの、車のですね、部品を主に作っております。で、まあ、どんなところに使われているかっていうと、車のシートの中に入る金属の部品とか、あるいは配管用の、例えばブレーキパイプとかですね、そういうオイルの配管用の、パイプにつく金具とかですね、それから内装の中に入ってるレバーとかですね、そういうものを作っている会社です。はい、レバーとかですね、なかなか一般で気がつきにくいところも、まあ、いろんなところでやっぱりあるんですね。そうですね、全部で、種類としては、3000種類ぐらい、3000種類作ってます。はい、そんなにあるんですね。だから年間で1億個ぐらいのものを、はい、製造しております。3000種類1億個ってことですね。すごいですね。いや、技術ですね。すごい技術ですよね。技術そう思いますけどね。少量多品種ですよね。だからいろんな車車種もたくさんありますし、からいろんな部品があるので、
まあ、いわゆる少量多品種ということになると思います。最近流行りの燃料電池車ですか、トヨタで出てる未来、あの車 の、 あの部品もあの作ってます。おお、未来の部品、ちょっと詳しくお話を聞きたいと思いますが、では続けて今度伊藤さんのところ、最近伊藤さんはこういろいろこう、まあ、プレスではないですけどいろんなところでこう話題になってる感じがこう私は見受けられるので、はい、ぜひちょっとそのところも含めてお話をいただけるとありがたいんですが、いえいえ、はい、ご紹介いただきましたガムゴリ製作所の伊藤と申します。ですね、当社は浅井さんのところとは全く、ちょっと違ったもの作りをやってまして、大変少量と言われましたけども、まあ、うちは本当1個から数百個まで、というのを、まあ数まあ、月に300種類ぐらいですかね、作っておりまして、もう本当に、その中で何て言うんですか、量産品、とあと試作品とかですね、自己部と言いまして、いろんな、工場で、まあ、検査をしたりものづくりをする、まあのの補助の役割をするような道具を作ったりしております。で、今年でですね、まあ、私2代目で創業61年ってことになるんですけど、最近超精密サプライズ加工っていうですね、ちょっといかがしい言葉をキャッチフレーズにしておりまして、まあ業界ではそう言われるんですね、みんなそうやって言うとなんだっていう、ね、目をされまして、要は超精密ってすごい精密なことをやっていきたいという思いと、あとサプライズ加工っていうのはですね、自分のところで作った部品をお客様の前に差し出した時に、あ、こんなに綺麗にできるのかとか、こんなすごいものができるのかっていう、まあ、お客様に驚きと感動を与えたいと、まあ、そんなものづくりをしたいという思いで作った造語で、まあ、ヤフーとかグーグルの検索ですと、まあ、私が作った造語で自分しか使ってないので、まあ、ずっとうちのページが出てくるんです。で、3年前に一応商標登録もしまして、まあ、そこら中で使っております。で、うちの会社ですね、まあ、アルミの、精密部品加工というところが得意でして、もう60年前にはですね、最初は医療機器とか、工学機器の部品を作っておりまして、その後、まあ、そのアルミの切削加工、いろんな削ってですね加工をする、その特徴を生かしまして、ガスメーターを作り始めたり、半導体の業界に行ったり、防衛機器、それから、計測機器、光通信、等々のですね、いろんな分野のものづくりに、貢献して、まあ、時代の夢をですね形にするお手伝いをしたいというふうに思っております。かっこいい夢を形に、かっこいい。もうちょっと詳しくて、すみません、また浅井さんの方ですけども、さっきちょっと出たやっぱり多品種少量というところに、はいはいはい、これやっぱり特徴ですか、自社の特徴だというふうに思われる。そうですね、まあ強みといえば強みですし、まあいろんな車種をまんべんなくやってますので、まあ売れ筋売れない車っていうことで、仕事 の、 負荷がですね、変わったり、そういうことが少ないなというふうに思ってます。で、まあプレスにはその元になる金型っていうのがいるんですけれども、まあ、私どもその金型からですね、自社で作成してですね、やれますんで、まあ、そういうところが多品種にも対応できるっていう一つの強みになっているのかなというふうに考えてます、はい、なるほど、ありがとうございます、まあ、2社とも本当に特徴のあるというか、まあ、あるというかありますよね、本当に特徴を持って、こうやってらっしゃるというところで、こうまさしくなんですけども、こう名古屋の誇りというかね、まあ、その愛知と言ったらいいんですか、愛知の、こうものづくりの誇りと、まあ、その自動車産業、まあ、から宇宙産業、まあ、航空産業っていうところで、結局自動車ってね、そのままその動くものですから、まあ、メーカーさんもいろいろその、飛行機行って宇宙に行ってっていうことも考えていらっしゃるところからすると、本当にこうお二方とも名古屋の誇りというところで、一旦締めますか、はいはいはい、またちょっと詳しくは後ほどメンバーを、
加えてやっていきたいと思います。大正14年焼き物の町愛知県常滑市に創業した老舗タイルメーカーの新しい挑戦、復元屋。長い歴史の中で培った技術を武器に、歴史的建造物、地域のランドマーク、マンション、ビルなど建物に込められた思いを未来へと継承します。タイルを復元、未来への継承、思いを形に。レストレーションオーガニゼーション復元屋。さて、ここからは運営メンバーにも参加してもらって、中小企業の連携とゼミ名古屋の取り組みについていろいろディスカッションをしてみたいと思います。はい、まあ、先ほどの話、前半の話でちょっと、伺いたいことがあるということで、安藤さんが、はい、質問があるということで、どうぞ。はい、さっきね、浅井さんの会社金型を内製してるということをしてた。イメージとしては金型って金型屋さんがあって、そこに発注するってことが多いんですけど、なぜ浅井さんのところは内製されるんですよ。はい、まあ、金型っていうのがですね、プレスの技術が詰まってるのが金型なんですよね。うんうん、でプレスの技術っていうのはそこに集約されてるもんだから、自社でやっぱりその金型を作っていかないと技術が蓄積されていかない、まあ、そういう思いがあってですね。でそれで中で内製化で金型を作るというふうに今進めてます。本来はまあ、外注さんに金型をお願いした方が安いし早いし、まあ、都合がいいんですけども、まあ、それじゃ本当にその技術の部分を外注化してしまうということになるんで、であえて、まあ、私どもは内製化で技術を蓄積していこうと、まあ、そういう思いがあってですね、今内製化を進めてます。なるほど、ありがとうございます。内製化話出てましたけど、これちょっと視点が違うかもしれないですけども、まあ、お二人にも伺いたいんですけども、二人ともに伺いたいんですが、どうでしょうか、まあ、業況という形、その要は、まあ、昨年からこういろんなその政府によるこう景気回復対策等々が取られてますけど、こう直接のメーカーさんから見てどんなふうにその辺を今その体感としてどんなふうに感じられますか。まあ、自動車業界は、まあ、おかげさまで今調子がいいというふうに見られてるんですけど、実はまあ、これはトヨタ自動車の生産台数ですけれども、リーマンの前は国内で430万台ぐらい組んでました。うんうん、あった。で、今いいいいって言われとって、320万台なんですよね。だから、ね、3割ぐらい落ちてるんですよ。実際に国内で。3割落ちたまま戻ってない。で、3割落ちたまま戻ってないっていうのが現実なんですよね。だからいいいいと言われながら、実はそうでもないよということなんですね。どん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 、まあ、外国で、まあ、車の生産始まって国内生産から海外に移ってるので、まあ、そういう意味ではどんどんね、需要っていうかその生産自体は、落ちたままであるよというふうになってるんですよね。で、うん、よくない、まあ、よくないアベノミクスはどうなんですか。うん、だから何かと言うとそういうのよくないですよね。よくないのか、うん、消費税前の駆け込みっていうことでなんとなくね、ものすごく忙しくなるんですよ。で、忙しくなるもんだから、いろんな例えば機械を買わねえかんとかってなるんだけども、実はその消費税が、導入されると逆に反動があってダーンと仕事が減ってしまうとかね、そういう動きがすごくなんか激しくなったかなっていう、そういう気がします。だから忙しい時はものすごい忙しいんだけど、パタッと暇になっちゃうと、いやいやもう定時割れだなみたいな、うん、そういうことがすごく波があるような気がしますね。変動がこう大きく、変動が大きくなる、ブレが大きくなる、ブレが大きくなる、そういった意味では、まあ、私どもの方はもっと少量で大品種っていうことで、まあ、アベノミクスっていう観点からお話しますと、去年のですね9月10月ぐらいから今年の3月まではもう皆さんその大品少量をやってる、まあ、通常ですね
あの仕事を受けて2週間とか3週間で回してるあの業者さんがものすごく忙しくてですね、であのもう本当に2週間でやってよって言ったやつを1ヶ月とか1ヶ月半先じゃないとやれないよって言っても全部待ちます待ちますって皆さんずっと待ってたんですね。試作が多かったってこと？試作とですね、あと設備ですね。あ、要はあの、まあ、山口先生よく言われるんですけど、その海外の輸出の生産量が2割とか3割とか上がってるわけじゃなくて、いわゆる株価が上がったこととか、うん、あの再起で円安の再起でとかで、要するに内部に潤沢にあのお金が余ってて、うん、それをもう3月までに使っちゃえというような形で、どうって多分仕事が流れたと思うんですね。でもう本当ここ10年見てもこんな忙しい時はないっていうぐらいあったんですけど、はい、それが4月の1日になった途端にもうガラッと変わって、お客様のですね、まあ、例えば1000円で見積もり出しますよね、そうするとあんたとこ今ないんでしょっていうような言い方に逆になってですね、嫌な感じで、それはうちを見てるわけじゃないです、もう決まり文句みたいですね、どこも結局仕事が引いちゃったの分かってるから、そのないんでしょって言ってもうちょっと安くしなさいみたいな話になってですね、だからもうあのガラッとそこで変わってしまったと。まあ私どもはそうなんですけど、加藤さんどうですか？そうですね、うちもその見積もりが落ちなくなったっていうのはやっぱり3月終わって4月5月あたりからだんだんこう変わってきて、やっぱりこう再見積もりも多くなったっていうか、あのいろいろとあのあいみつが多くて、選ばれてるというか、なんかこうずっと悪い言い方すると足元を見られてる感じがずっと今してますね。やっぱり景況としてはやっぱそんな感じで、どうもこう不安定な状態が、なんか私暗くなってきてない？大丈夫？大丈夫？これ悪いとこから来て悪いとこから大丈夫、続けていようと思ったら水溜めやっぱり悪いですよ。公共工事良くないんですよ。とりあえずアベノミクス批判ですよね。じゃあ俺振ってダメだからね。やっぱり悪いですか？悪いですよ。やっぱ体感としては皆さん良くない。近く上がってるって聞いたんで、でマンションも上がってるって聞いたんで。計算上そうみたいですね。あの取引されてない。不動産屋さんはどうなの？あの近くにこれができたから。お宅も上がったでしょっていう感覚、うん、一宮で言えば近くに駅ビルができたから上がったよね、だからその近くのところも上がったよね、連鎖でどこの取引見たかっていう、な状態ですね。みんな悪いという、みんな悪いどうすりゃいいか、どうすりゃいいかです、やっぱり良くないっていう現れですよね、現れ、うん、まあ、でもだからこそ連携が必要って話、うん、いい振りが来たよね、どうすれば、うん、どんなふうな連携をしていったらいい、連携の事例とかなんかない、うん、あのうちは中小企業のものづくり の町工場で連携を組んで一度、10年ほど前にやったことがあるんですけど、それに関してはやっぱり円卓でやりましょうっていう、みんな頭横並びで、誰が上に出るわけでもなく、みんながこう喜べるような状態、ウィンウィンの状態でやりましょうっていうので最初始まったんですが、やはりこう動かないっていう状況が出て、誰かがこう言い出しっぺがこういないと動かない、でそのうちその、言い出した人がお前らが動かんから悪いんだって誰か周りは言い出しっぺが何も動かねえから悪いんだみたいな感じになって、泥の投げ合い的な、そうですね、結局そこでなんかこう圧力が生まれば良くない。仕事は何かやったんですか？仕事は一回やってみて、それでもやっぱりそこの誰か仕切りがいないものから、納期が遅れたりしても誰が怒るんだっていう話、あ、なるほど、結局納期遅れたとこ怒られなきゃいけないんだけど誰も怒らないし、まあなんとなんじゃねえのみたいな感じになっちゃうし、そのちゃんと仕切りがいないとそこの辺の管理もできない、納期の管理、品質の管理もできない、やっぱりその辺の難しさっていうのは、そういうところってなんかそういう危機感みたいなものが出てくると、一番危機的に感じた誰かがそのじゃあやむにやまれず俺やるかみたいな風に出てくるかなと思ったんですけど、うんうん、そう結局ね、それをうちが持ってきた仕事だったのでうちが思ったんですけど、うん、結局横並びの状態だったので、うん、強く言う、納期が遅れてる相手に対して強く言うこともできず、できないんだ、うん、その辺のまだかかあの信頼関係がまだそこまでできてなかった、うん、まだそこで難しい作りましょうで集まったメンバーでまだそこまで知ってるわけでもなく、
まあ、信頼関係がないとやっぱりこう強く言うこともできないし言われることもできないしっていうのがやっぱり出てくるので、そこの辺ね、難しさというのがあって、結局そこも結局お客さんの方が来て引き上げていくって言って引き上げられたりとか、かえってちょっとマイナスになってしまう。そうですね、マイナスの面。その回ってドミニケーションはあったんですか？ドミニケーションはありました。ドミニケーションは積極的にありました。あったのに、それも問題があって、やっぱりドミニケーションだけになってしまう。決まらない仕事の話までいかない、その場で楽しんでるだけみたいな感じで最初だからあったのかの頃は、だから仕事の話はつながらなかったですね、そこは。まあだからその辺のところ、まあやってみて分かることばっかりだったので、それはいい経験にはなったなと思います。やはりこう誰かこうまとめる人、リーダーじゃなくてもいいんですけど、まとめる人が真ん中にいないと、なかなか難しいかな。例えばルールも必要かなと思うんですね。やっぱりそのそれこそノミニケーション親しき中にも親しくなったとしても、やっぱこうルールがちゃんとその作っておいて、やっぱりそのさっきの誰がじゃあ農協を管理するのかとか、最初に決めるってことね。そう、決めるってことですね。だからそのグループでやる、連携する皆さんとこうルール決めちゃんとしておくっていうのも、すごく大事なことかなとちょっと思ったりも、たまたまちょっとそういうご相談を受けてるところが あったので、本当にメーカーさんで、まあそれはちょっと面白い連携ですけど、上場会社があり、中小企業はこう、あとあれ、それはまあ対等にやっていこうというところなので、やっぱりルール決めしないと絶対にダメだなっていうところもあって、やっぱそういうのにもゼミを立ちまして、ゼミを、それこそあのですよね、ゼミはこう気心してるってわけじゃないですか、一緒に会って勉強してる仲間という目的意識があるからね、が一つなので、でその中でこう話もできるじゃないですか、このゼミ参加してもらってるメンバー同士にこう活発なその経営としてのこう意見交換ができて、経営としてのその何て言うんですかね、その金銭に触れられて、価値観、ね、経営としての価値観がもう分かっているので、そういうメンバーとね、こうジョイント連携を組めるとすごくそうですよね、しっかりしますよね。こういうだから加藤さんの失敗例なんかを、ルール作りをする、それからまとめる人を決めるっていうのが連携を、こういう目的意識を持ってるゼミみたいなところで。そういう連携の一つのキーですよね、を使って立ち上げていけばうまくいくと。今日思ったんですけど、名古屋ゼミで全体で集まってるよりも、これで少人数で集まってる感じの方がお互いがすごく分かるっていうか、浅井さんの仕事を今日すごく詳しく分かったりとか、伊藤さんの話はもう何回か聞かせていただいているので分かってたんですけど、浅井さんの話すごい今日分かったし、名古屋ゼミで集まってるとここまでの話にならない、確かにっていうのがあって、少人数でこうやって集まった方が分かりやすい気がする。と、いうわけで、じゃあ少人数の いろんな集まりを作ることを提案しましょうかね。はい、会長からそんな話がありましたので、はい、じゃあそんなこともできる。できる名古屋ゼミ。ゼミはい、強引のまとめが。はい、そんないい場が名古屋ゼミですので、ぜひそうですね、このお聞きの皆さん。はい、まだ参加されてない方も参加をいただけると、はい、皆さんの力になります。スモールさん会員にインタビューしました。会員2年目千葉ゼミ所属の方です。スモールさんに入会してよかったと思えたことは、当社とそれからスモールさんのゼミ会員の方と4社で協業で、カンボジアに法人を設立することができたことです。これによって、千葉県内での、ビジネスイメージから、グローバルな視点を持てることになりましたので、もう本当にこれはスモールさんのおかげだと思っております。経営者のための知的サポートネットワーク、スモールさん。というわけで、ゼミ名古屋の放送はいかがでしたでしょうか。伊藤さん、いかがでした。はい、大変緊張しましたが楽しい時間を過ごさせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。浅井さん、いかがでしょうか。はい、ありがとうございました。連携についてまた新しい視点で、切り付かせていただきましてありがとうございました。今後もゼミ名古屋を、利用させていただきたいなというふうに利用思いました。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、それでは実はですね、今日参加のメンバーを全く自己紹介してなかったので、最後に一言、自己紹介、自分の挨拶をして締めたいと思います。まず私ですが、会長の税理士をやっております山内でございました。はい、アンファ株式会社の
杉村でございます。あまり発言がありませんでしたけれども、大変勉強になりました。連携でしていきたいなというふうに思います。有限会社の加藤製作所の加藤です。製造業の連携ということで自分のところに置き換えて、非常にいろんな意見を聞くことができました。勉強になりました。ありがとうございました。ゼミ長を務めております安藤不動産の安藤です。今日は浅井さん の金型の話、技術を蓄積する、それって自分のところのノウハウを蓄積しておくということとまるっきり一緒だなということで、異業種ですけれどもすごい勉強になりました。ありがとうございました。はい、ではまたゼミ名古屋でお会いいたしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。